3、2、1。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだは良いが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では今夜も始まりました、はい、メンヘラジオ、はい、はい、第26回の収録となっております。はい、はい、収録日が本日3月13日月曜日、うん、はい、放送日が2月27日月曜日となっております。うんうんうん、うん、はい、で今日が3月13日月曜日、明日がね、うん、ホワイトデーなんですけど、ホワイトデーだー、わーい、はい、喜んでるところ申し訳ないんですけれども、うん、はい、私バレンタインデーいただいておりませんので、ホワイトデーのお返しありません。あるよね。あるある、あるの、やった。ホワイトデーちゃんとあるよね。優しいね、この旦那さんね。優しいね、もう結婚だ。いや、しとんねん結婚は。ほんでね、今日ね、ちょっとね、夏実さんがね、はい、朝から体調が悪くてですね。体調悪かった。はい、今日の収録も危うくね、ぶっ飛ばしそうだ。はい、山内社長に連絡入れて、すいません、今日もちょっと嫁がこれであれなんでって嫁がこれであれなんででね、ちょっともしかしたら収録延期になるかなと思ったんですけど、なんとかね、持ち直しましたね、夏美さん。はい、はい、で、なんで体調悪くなかったの？わかんない、なんか朝から落ち着かなくなって、ソファーの周りとかずっとぐるぐる回っちゃった、うん、そうね、ハピワン内をなんか右往左往してたよね。うん、でもできるだけみんな邪魔ならないようにって思ったから、うん、一番奥の会議室で半ば走っていた。壁めっちゃ殴ってたよね。うん、殴ってない全然。あれあれあれ、なんで本当のことを言うのが夏実じゃないの？あ、殴ってはいないよ、本当に。何何、ちょっと小突いてた。そうもね。おいおい、はい、おいおいおいって、まあ、じゃあ今日はそんな夏実さんと、はい、30分皆さん最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、こちらのコーナーでは、タイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、番組の感想メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で、まあたまには言おうかなと思うのがあって、うん、はい、僕たちツイッターの方もやっておりますので、はい、はい、あれはなんていうんだっけ、ハッシュタグメンヘラジオで、うん、ハッシュタグが出てこないんだよな、うん、SNS あんまりやらないから、イゲタって言ったら出てくる、あ、まあね、そうですね、ハッシュタグメンヘラジオで検索していただいて、そちらの方にでもですね、冒頭で話した、アドレス以外ではなんていうのかな、 DM などで、トークテーマのうん、エピソード等も募集してますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では改めまして本日のテーマを発表したいと思います。はい。はい、本日のテーマ、死ぬまでに
一度はやってみたいこと、はい、はい、ということでこちらねメンヘラならね、うん、一度はね死にたいなって考えてしまったことあるかなって思うんだけれども、うんうんうん、まあもしくはねなんなら僕のようにね未遂とはいえ実際にねちょっと実行に移しちゃったっていうそういう経験のある方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、うん、それでもね僕ら現在をなんとか生きてこれてますというところでね、はい、そんなメンヘラがね死ぬまでにねそう一度はやってみたいなって今考えていること、うん、なかったら教えてもらいたいねもらいたいなと思って、うん、はい、募集しました。はい、それでいくつか届いてますので発表していきたいと思います。はい、発表紹介紹介はい、では、ラジオネームハトさんより、はい、死ぬまでにやりたいことは体を極限に鍛えてみたい。すごいねそれは。どうなんだろう、すごいねムッキムキにね。ムッキムキか。いやでもこれなんとなくわかる。ケンタさんもねちょっと目がねよかったらねちょっと格闘技やってみたかったなって思う時がねよくあったからさ、格闘の K-1 とか、うん、K-1 世代なんでね、ああいうの見てるとやっぱちょっと血がたぎるというか、はい、ピーターアーツのような。そうピーターアーツ、アンディフグ、アーネストボイスト、ボイストじゃないボイスト、ホーストそうその世代だからね、マイク・ベルナルドさんとかね、ちょっと憧れてましたよ。だからなんとなくわかる気がする。夏美はちょっとムキムキ苦手だからね。ムキムキ苦手なんだよな、そうだから俺今ポヨポヨしてるんだよ。ムキムキ苦手なんだよな。はい、では続きまして、はい、はい、ラジオネーム夢をつかぽんさんより、つかぽんさんありがとう。はい、親孝行のために家族旅行かな、うん、親族を巻き込んでみんなで、あと死ぬまでに自分の作品展を開きたいです。うんうんうん、ハピワンのメンバーででもいいし、うん、クリエイティブの花咲かすなんちってだそうです。うん、つかぽんさんデザイナーだからね、うんうんうん、なんか作品展をやりたいはずよね。そうね、でいろんなところ見に行ってるもんね、うんうん、つかぽんさんね、マスクマンと一緒に、うん、うん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 、なのでそういうの見るとねやっぱり自分もいつかはって思ってるんだろう ね、 そうね、思うところもあってね。あの2人いつも一緒なんだから、ね、なんか できてるん違うかなはい、で僕の方からもう一つ、はい、はい、ラジオネームイルカレディオさんから。イルカレディオさんありがとうございます。はい、死ぬ前に一度はやってみたいことは釣り竿を1本持ってユーラシア大陸を横断したいですねとのことです。釣り竿を持って、うん、これね、ユーラシア大陸を横断、これ死ぬ前に一度はやってみたいって言ってるけどね、うん、多分この釣り竿1本持って横断してる途中に死ぬん違うかな途中で志半ばでちょっと釣り竿と一緒に折れるん違うかなって思っちゃうんだけどまあでもそういうね、まあ、冒険心かな、これ、ね、多分男性じゃないかな。ああそうかもそうかも、うんうんうん、そういう子供心というか少年心がにじみ出てるエピソードとなっております。うん、はい、では、夏美さんの方からも、はい、夏美さんの方からも、ラジオネームサンクスラボのミンミンダーハーさんより、はい、ありがとうございます。友達100人作ってお山のてっぺんでおにぎり食べたいそうです。なんかの歌詞だねこれねケンタさんこれ知ってるよなんかの歌詞かな、うん、友達100人登れる山か、うん、うん、やっぱ富士山かな。富士山かな、うんうん、八重岳とかもいいかな、沖縄だとね。万座も海じゃねえの、なんか、そっか、うん、違うかな、あんまりよくわかんないんだけど、沖縄に住んでる万座もって聞いてもね、やんばるの山うん、まあいいかありがとうございます、はい、ありがとうございます。おにぎりも100個作らないといけないんじゃないの。まあね、まあね、そうね、そうね。夏美今日おにぎり握ったけど、4個あ、美味しくいただきました、ありがとうございます、うん、4個握ったところでもういいかなしばらくって思ったよあ、ほんと100個握れんな、うん、はい、それでは、夏美さんは死ぬまでに一度はやってみたいことございますか。夏美さんは、あれですね、ゼリーのお風呂に入りたい。あー、なんか子供みたいな夢だけどゼリーのお風呂、
あの湯船にいっぱいに浴槽いっぱいにちょっとゼリー、うん、プル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 のゼリーぶどうゼリー沈めたいわけね体をそこに、うん、あーでもなんか気持ちよさそうだねニューンって入りたいほんでやっぱ食べるの食べる自分の体沈めて、うんうん、でもそれを食べてるのとかも動画で撮りたいとかも思ったんだけど、うんうんうん、でもいかんせんゼリーはちょっと透明じゃないかってことにさっき気づきまして、いや色がついてるゼリー、あ、まあ色がついてるゼリーでも透明な、透明っぽくない、透明度は、まあまあねまあね、プリンよりは透明度が高い、まあねプリンよりはね、プリンはさなんかさ髪の毛とかさペタ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 なりそうなんだよ、うん、ゼリーもなるだろう、ペタ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 ゼリーもなるよ絶対はい、いやまあせっかくだからね今日はあの時間もあるんで僕の死ぬまでにやりたいこともうんうんうん、うん、ケンタさんはケンタさんは死ぬまでに何やりたいですか、もう俺もう本当に普通よ一般的死ぬまでに一度くらいは日本一の高さを誇る富士山に登ってみたいなみたいな、本当に、うん、だってなかなかない経験でしょ、私登山家と何だったっけ、登山家とサーファーとあのランナー、ああマラソンランナー、マラソンランナーと分かり合えないって思ってる人種なんですけど、ま、前も一度言ってたよねそういうのね、うんうん、でもなんか山はねやっぱ気持ちいいと思う、登ってみたい富士山はね特に、へえ、うんうんうん、私たちどっちかっていうと富士の麓じゃないかしら、樹海恐ろしいこと言うとるいや目がだからいかんいかんいかん、そうだけどもね、うん、はい、であとね、死ぬまでにね、まあ、もう一度、うん、もう一度だけね、全財産を持ってね、うん、それがなくなるまでパチンコパチスロを楽しみたいよね、全財産ってところがギャンブル依存症の根深さ、いやいやいや、まあなくなるまでだからね、この人の好きなね、あのパチンコ店のね近くにある、うん、まあ、ビジネスホテルでも何でもいいわ、安い宿にね、うん、泊まってね、うん、朝から並んで並んで、はい、まあ1円パチンコでもいいですよ、うんうん、全財産持ってそうそう、それを一日中売って、うん、その宿に帰って、はい、お休みして、うん、また朝から行って、うん、それをねお金なくなるまでやってみたいね、うんすごいなそれ、やってみたいね久々に、やったことあるんだけどねやったことだからもう一度だけって言ってる、ね、もう一度もう一度やってみたいってことね、もう一回やりたいなって楽しかったもん、あはは、うん、なんかパチンコパチスロ合宿じゃないけどさ、なるほどね、はい、まあこのようにね依存症はね回復はしても完治はしない病気なんでね、うん、はい、その辺もちょっと多めに見ていただく、これね家族に聞かれたら多分切れられるだろうな、いやこれはさ切れるところじゃないよ、本当怒るよそれは切れてんだよ、ああまあでもねそうやって家族にしてきたことを悪いと思ってないとか、うん、そういうことじゃないもんね、そう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 、そういうことです、そういうことです、本当に何度もね、うん、本当に申し訳ないな、なんでなんていうかね、もう申し訳ないなって思いながらも言っちゃうからね、病気なんだよね本当にね自分で言うのもなんだけどさ、だからもう困ったもんですよ、うん、夏美さん他に何かあります、ゼリー以外に、他にゼリー以外、うん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、うん、何があるかな、はい、お金持ちになってみたい、ああ死ぬまでに一度は、うん、お金持ちになって、じゃあ例えば何するの、うんと、お金持ちになって、うんうんうん、今ある洋服を妹にあげて、いや妹にお風呂あげる、お風呂あげるんかい新しいの買ったらよお金持ちなんだからそっか、うん、妹と一緒にショッピングに行って、うん、うん、好きなの買いなさいって買おうよ、好きなの買おうよって言って、うん、妹今ダイエット中なんですけど、はいはい、頑張ってるのすごい妹ね、あ、そうね、だから痩せて着れる服をいっぱい買ってあげたい、あーなるほどね、うん、でおしゃれしたい、ついでに自分も一緒にこれがいいあれがいいして、自分は絶賛増量中なんで、うん、妹さんがね山口県にいてね離れて暮らしてるっていうのもあってね、うん、妹大好きな夏美さんにとってはね、うん、それは
やりたい夢の一つでもあるかもね。そうそうそう、一緒にね買い物行ってね、うん、うん、これ似合うよあれが似合うって、うん、でここからここまでくれみたいなね。そうそうそう、このこの白から白までくれってうんうん、いや全部白嘘でしょ言うわけ、色違いも変えよう。あ、そっか、うん、したらこの青から青までくれって。いや 青ばっかりじゃダメなんだよ。だからまあ、夏美さんね、わかんないけど、夏美さんね、なんか同じ色の服ばっかり買うときあるんだよね。うんうんうん、比較的白が多いかな今はな。白が多いかも。うん、白好きね。白好き。うん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 。健太さんは意外とまんべんなく買ってるつもりだけど。そうだね。でもどっちかというと黒が多いかな。黒が多い？気がする。マスクも黒だしな。うん。うん。なんか昔なんか話変わるけど、マスクね。黒いマスクつけてるのなんか中国人が多かったからさ、うん、なんかちょっと韓国の、そうそうそう、アジアのね、別のか、あの日本以外のねアジアの方がつけてることが多かったから、うん、なんか自分はちょっと白でいいかなと思ってたんだけど、うん、一度黒つけたんで、なんか黒引き締まって見える気がするんだよ。そうそうそう、うん、白つけたら、そう、なんかパンツつけてるみたいな感覚白つけたらまあね、そういうのはあるけどねどういう話をしてるんだ、なんか適当な相槌で、うん、はい、では、はい、ここからは、はい、楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日聴、いてほしい楽曲は、うん、地方フィートマジコの笑顔の彼方という楽曲となっております、はい、ではお聴きください。お聴きください。はい、音が流れております。じゃあ一瞬席外していい？ああ、いいですよ。どうしました？うちの散歩に来てこかなと思って。え、なんか入ってたの？音拾ってる気がして。音、上げてないから拾ってないよ。ほんと？うん、じゃあ大丈夫でした何のためのカフなんだよ。そうだね大丈夫？切っちゃって、次やる人が、ああ、忘れないようにね、うん、はい、はい。でね、今日はね、すごくね、うん、朝から体調が悪くてね、ぐる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 回っててね、施設長の金浜さんと話がしたかったんだけど、うん、なかなか今年度末でしょ。年度末もあるし、うん、ハピワンガンのがね、法人が変わって、忙しいから法人が変わってね、ちょっと閉めることになったのよね、ハピワン自体をね、うん、忙しいからさ、パタパタしてるわけですよ、うんうんうん、だからまあ、一人で、なんていうの、邪魔にならないようにって、うんうん、僕の部屋でぐるぐる回ってたんだけど、うんうんうん、そこでこう壁をこづいたりとか、うん、手をかけむしってたんだろうけど、この傷があと痛いなってちょっと思ってます。ああ、ご報告。報告でした。 ありがとうありがとう。そうよ、だってだって夏美さんね、ちょっと体調悪くなるとね、顔がね、こう真ん中に顔のパーツがビューって集まっていってね、地獄の三沢みたいなのよね。まんまるお月さん。そうそうそう。でね、いつもね、ああ、今は1沢ぐらいかなとかさ、2沢ぐらいになってるなとかね。これは？今日はこれは2沢かな。2沢か。うん、いや、今日はね、4沢と、五沢超えてね、無沢ぐらいになってたね、うん、無沢。こんななってた。ひどいことになってた。大丈夫かなって心配したよ、今日本当に。でも、本当に今元気で良かったですよ。なんとか。はい、はい。なんとか。それでは、はい。音楽終わって、はい。やりましょうか。はい。はい、紹介しましたのは、聞いていただいてますのは、はい、チホフィーとマジコ、はい、笑顔の彼方という楽曲になります。はい、はい、こちらですね、2019年1月に発売された楽曲で、うん、タツノコプロ、ガッチャマンとか、うん、タイムボカンとか、うん、ああいうのをやってるタツノコプロさん、アニメスタジオね、うん、の創立55周年企画として制作された、うん、テレビアニメ、うん、笑顔の代価のオープニング曲ですね、うん、で愛知を拠点に活動するコンポーザー&クリエイター集団、うん、
ハグのボーカリスト千穂とシンガーソングライター、うん、マジコさんのスペシャルユニットで放つ楽曲、はい、アニメに登場する2人の主人公勇気とステラが持つ光と闇のコントラストを千穂とマジコというキャラクターの違うツインボーカルで見事に表現した楽曲となっているそうです、うんうん、でね、もう俺この曲好きなのよ、かっこいいなと思ってて、うんうん、で、俺の経験則からよ、オープニング曲がいいなとか、うん、かっこいいなって俺が思ったアニメって結構面白い、ね、自負してるわけですな。いや、8割ぐらいは面白い、うん、あのつまらないのももちろんたまにあるんだけどね、うん、でもね、これね、まあ時間ができたら見たいなと思ってるアニメの一つなんだけど、うん、笑顔の代価は、うん、ただ残念ながらネットでの評判あまり良くないの。あ、そうなんだ。うん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 。だからね、まあでもいつか時間があるときにちょっと見れたらなと思ってる、はい、アニメですね。アニメなんです。アニメ好きですね。好きよ。でも最近ね、ちょっとね忙しくてね、全然見れてないんだけどね、うん、まあ、いつかまた、いつかまたっていうかね、ハピアンがね、ちょっと3月いっぱいで終了するんで、僕も同時にまた無職に戻りますんで。無職透明、悲しいねだから4月ね、ちょっとまたお仕事探しながら空いてる時間にね、笑顔の代価見れたらなと思っております。はい、頑張りましょう。はい、では、楽曲紹介のコーナーでした。はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、ありがとうございます。今日も、はい、メールくれた人ありがとうございます。あ、はい、ハットさん、ありがとうございました。夢をつかぽんさん、ラジオネームイルカルディオさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、サンクスラボのミンミンダハさんもありがとうございました。そうですね、ありがとうございました。で、いつもね、あのトークテーマギリギリになってね、うん、ツイッターに募集したりしてるんでね、なかなか集まらないんですけれど、うん、でもまあこうやってね、まあ少ないって言ったらあれだけど、くれる、はいただけるのはすごくありがたく思っておりますので、うん、本当に皆さんご協力いただきありがとうございます。毎回本当にね、うん、うん、あのこんなメンヘラなラジオにね、ね、はい、で内容が面白いしね、うん、内容も面白いこと送ってくれるしねそうね、今自画自賛したのかと思ったよ、俺たちのラジオ、あ、私たちのラジオ、ラジオ内容が面白いからねって、そう急に自画自賛し始めた、自画自賛しちゃったみたいな形になっちゃったか、うんうん、でね、ここ数日ね、数日とか数週間、うん、何回数回は、夏美さんがねちょっと体調悪くてね、うんうん、夏美さんが楽曲紹介するみたいなタイミングってなかなかなかったからね、うん、次回はぜひ夏美さんちょっと体調を整えて、夏美さんの好きな曲をね、うん、紹介してほしいと思ってるんですけど、大森聖子さんとか、そう大森聖子さんだったり、吉沢佳代子さんだったり、うん、コッコだったり、コッコさんだったり、いろいろね思い浮かぶやつを、レオナさんだったり、レオナね、今流れてるないない歌ってるレオナさんね、みんなメンヘラっぽいやないかいって言われるの自覚あったんそうなのよ、夏美さんがね聞く曲なんか漏れなくメンヘラ感あるんだよな、メンヘラ臭がする感じ、すごいよねそれって、ね、ある種才能というかね、わからないの、うん、でもメンヘラを嗅ぎ分けるからね。ああ、そうね、確かにそういうとこは多分あると思うから、はいはいはい、あるあの道歩いててね、うん、あいつ仲間やすさみたいなのあるよね、 あの子もちょっと仲間だみたいな、うん、俺なんてね、ある特定の場所に行くとね仲間いっぱいいるからそうなの、うん、いっぱいいるよどこ、パチンコ屋、そうだよねだよねって、うん、ね、みんなね、ちょっとギャンブルで困ってる人いたらね、健太さんが相談に乗ったりもしますんでねでも俺当てにならんよな、ギャンブル やめないはずよって言ってるしな、もうな、ギャンブルはね、うん、なかなかね、まあでもね、なんかやめなくてもね、比較的依存症の回復施設ってもう盾と、うん、
それもうやるなと、うん、いうのがベースなんだけど、うん、そういう場所ってまあたとえ滑ってもね、やってしまっても決して攻めはしないんだけど、うん、でもやっぱりやるなって言われてる分ね、なんか自分がまた再発、うん、ギャンブルしてしまった時とかに言いづらいのよ、すごく言いづらいね、うん、そうだね。だからなんかもう少しね、打ってもいいよみたいなさ、うん、なんかところができればいいなって、うん、なんかいつか作れれば作ろうかな、そういうあの小さいミニグループから始めてみてもいいんじゃない。そうね、なんかやっていけたらと思います。はい、はい、では本日のメンヘラ嬢はここいらでお開き。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、あの、言った。あれの話する。